チェスティ・モーガン、チェスティ・モーガンは、ドリス・ウィッシュマン監督の過激なセクスプロイテーション、映画での主演で最も有名な長距離女優、チェスティ・モーガンという表記も見られる。ウィッシュマンのチェスティ・モーガンに映画からの抜粋が、ジョン・ウォーターズ監督の1994年の映画、シリアル・ママで使われている。ウォーターズはまた、実現しなかった、ピンク・フラミンゴの続編。 フラミンゴスフォーエバーの脚本において彼女のために役を用意していた。多くの現代の映画スターとは異なり、モーガンの胸は法教手術によって増量されたものではなかった。彼女は世界一巨大な自然の胸を持つ女性として懸念されていた。ワルシャワの近くで育った。ポーランド信仰の後、ユダヤ人の両親はナチスに殺された。 孤児となったモーガンはイスラエルの器物に送られた。モーガンはアメリカ人と結婚し、1960年代にアメリカ合衆国へ移住した。彼女の夫は後に強盗に殺害されたと言われる。彼女の職歴は1970年代初期のエキゾチックダンサーから始まる。1974年、モーガンは MLB ナショナルリーグの審判。 ディック・ステロと結婚した。後に、ステロは車に引き殺されなくなるが、それより以前に二人は離婚していた。モーガンは1980年代後期まで女優を続けたが、それ以降は、公の場から姿を消した。ありがとうございます。